的にちょっとぶっとくのか。さあ、ちょっと、休んでた間にね、いろいろとチェックしましたけど、あれですね、観覧車とかあるところは、なんだったっけな、ポートランドだっけ、なんか、まあ別の名前の施設になっていて、入場料とかはかからないらしいんですけど、これで1施設いくらみたいな感じで、で、なんかパスポートとかはないけど、回数券があるっていうような感じみたいですね。1000円で1100円分の11枚綴りみたいな感じで、で、全部1100円単位になっておって、みたいな感じで。一番高いのが観覧車で700円で、安いのだと200円とか300円とかからあるみたいですね。うん。なるほどな。ちょうどよく回ってこれなんじゃないかな。ちなみになんか、ネットからアクセスすると、ネットからアクセスすると、1000円で1100円分のが買える回数券が、なんか800円で買えるのかな ?800 円で1100円分の、施設が使えるようなやつがあるらしいんで、まあ、それ、リンクね、また概要欄に貼っときますんでね、そこから、行きたいなっていう人はね、アクセスしてもらったらいいんじゃないかな、という感じかな。まあ、税関やし、税関にね、税関は昔毎日行っとったけどな、懐かしい。四日市の税関ですけどね。はあ、よし、まあこんな感じかな。で、北側行ったら、まあ一応、執行口の方に向けるみたいですけど、ちょっとさすがにちょっと時間間に合わさそうなんで、もうここら辺で閉めて、もう多分この動画自体は一応これでね、まあ赤池もあっちの方で行ってますし、コンプってことで、まあ一応4日回ってからもし余裕あったら一回、川端で中村区役所がね、駅名変わったところはね、また行ってみてもいいかなというぐらいな感じで、一応シリーズとしてはこれで終了にしときましょう。しゃばいな、今回。めちゃくちゃしゃばいけど、まあまあまあ。まあ、こういうね、ちょっとね、中小規模のね、やつもね、ぼちぼちやっていかないとね、大規模ばかしやってるので、破産しますってね。まあこんな感じで。まあこういうお気軽なね、旅行旅行でね、楽しいですからね。よし。ということで、もうこのまま締めにかかります。ご視聴ありがとうございました。いいのか、こんなんで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。